10月15日日曜日の全国のお天気をお伝えします。広く雨具が活躍しそうです。明日は西日本では天気は回復し日差しが届きそうです。ただにわか雨の可能性がありますので、お出かけの際折りたたみの傘があると安心です。東日本では朝から雨が降り、特に太平洋側では雨の降り方や雨量のまとまりに注意が必要です。また雨のエリアは東北地方から夜遅くには北海道の太平洋側まで拡大していきます。外出の際に雨が降っていなくても雨具を持ってお出かけください。日差しが届くところでは1日の気温差や日ごとの体感差が大きくなっております。各地服装選びには気をつけてお過ごしください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。